が行こう。絶対に勝つんだ。ヤタガラモン、すべては整った。任せておけ。せい。番が来たんだね。俺に任せておけ。俺に任せておけ。俺に任せておけ。番が来たんだね。よし、俺に任せておけ。
ガルルモン、そこをどけ。その先にミユキがいるんだろ。バカバカしい。まだあの人間の子供に固執するのか。お前に私の気持ちがわかるものか。わからねえよ。人間なんかを信じる俺が裏切られているのを知っているくせに、よくもまあ人間を盲信し続けられるな。お前を裏切った薄情な人間とミユキを一緒にするな。お前は裏切られるべくして裏切られただけだ。言うじゃねえか。だったらお前の大好きな人間、お前は何の見返りも得ていないじゃねえか。ただただ傷ついて人間なんかにボロボロになってまで守るか。何が言いたい。お前たちに協力し、お前こそ思い直せ。主が信用に値するのか。人間を生贄にすれば主にそんな力があるのか。ガルルモン、お前だって疑問に思っているはずだ。うるさいうるさい。俺は俺自身の復讐のために、主や世界なんていうあやふやなもののために。だったらお前、ガルルモンに。ハルク、下がりなさい。君がお前が私にさ、見たくもねえ顔がまた。ガルルモン、やはり君は過去の私の。ガルルモン、お前は言ったよな。人間など信じられない。復讐をするために。復讐。ほら、復讐したい相手がここにいるぞ。今すぐ殺せばいいだろう。な、アグモン、頼む。わかった。で、あれ。なぜ殺さない。ここまでにだってあいつ。違う。お前はまだ迷っているんだ。あいつを恨んでも。黙れ。殺した。そんな状態で主の思惑に乗ることがどんなに愚かしいことか、お前はわかっていない。ありやがれ。ハル。うるせえうるせえうる。そんなものにすがりつくお前らも、そんなものにすがっていた過去の俺も、何もかもくだらねえ。全部全部消し飛ばしてやる。でっかい言い争いが聞こえたからな。そりゃ、あ、ハルが倒れ、ひどい怪我。俺の邪魔をするからだ。でき、目障りなんだよ。俺の邪魔をするな。僕の番だね。
対に勝つんだ。ヤタガラモン、すべては整った。任せておけ。任せておけ。私が動こう。邪魔をするな。カツを入れてやる。任せておけ。私が動く。邪魔をするな。よし、俺の番だ。俺に任せておけ。私が動こう。
力も上乗せしよう。俺の邪魔をするな。よし、俺の番だ。今助けてやる。俺に任せておけ。私が動こう。番が来たんだね。俺の邪魔をするな。よし、俺の番だ。ガルルモン、あなたはきっと裏切られたと思う。でも相手は本当本心から復讐しようとして。あいつは確かに裏切った。俺を置き去りにしたんだ。おいおい、置いていかれて寂しく、その寂しい気持ちこそが相手のことをまだ恨み、どういうすれ違いがあったかは知らないけど、僕思うんだ。それでだって僕らは運命いいんだ。ガルデモン、二人の間に何があったのかわからないけど。分かった。どんなに否定しよう。ハルク。ここで休ませておこう。今は先を急ぐべきだ。置いていって大事。俺たちが派手に動けば。危険はなくなるだろう。暴れまくって気を失っている春に手を出してる。そうね、じゃあ心苦しい。ガルルモン、ミユキが囚われている。俺は敗者だからな。仕方ねえ、この奥の階段の先だ。ありがとう、ガルルモン。行けよ、急ぐんだ。戦いが終わったら君とゆっくり話がしたい。これまでのこと、君の思い、すべてを聞かせて。そして私にできる償いをさ。ここはこれタクモン、ニエを捧げる。あ、なんかこうして顔を合わせるとニエって声に、すげえ迫力だ。ビリビリ来やがる。何のために生贄に弱いだが、みゆきだけじゃなくて僕たちをも利用し、どうしてこの地に広がる。
内なる弱。任せておけ。任せておけ。
俺に任せておけ。私が動く。俺に任せておけ。俺に任せておけ。私が動く。誰から私に奪われたいの？俺に任せておけ。させるものか。教授、まさ、そんな。あ、教授、教授。消えろ。俺はこの老いぼれを許さねえ。所詮はお前ならば愚か者同士。
仲良くここ一度だけでいい。もう見仕方ない。我が運命の獣神よ、かつて気づいた。力を見せつけてやるぜ。わあ、ガルルモン。ガルルモンか。教授に答えて。行こう、タクマ君、みんな。ミユキが霧に釣る。さっさとピエモンを倒して、ミコ。俺に任せておけ。私が動く。軽くひねってやりますよ。人間に使いなさい。誰から私に奪われたいの？軽くひねってやります。よし、俺の番だ。俺に任せておけ。私が動く。仕方ねえが手を貸せ。私に膝を。ガルルモン、この裏切り者め。ふん、まさか俺が裏。俺はお前ほど主を信じていなかった。ずっと気になっていたの。そうよ、それにどうしていけ。往生際のお前は負けたんだ。これ私が。だからお前たちは無知で愚か。なんだこれ。やっ、待て、ミノル君。ミユキちゃんが。さあ、儀式を始めようぞ。この2へ。タクマ君。タクマ、行こう。待てよタクマ。ミユキちゃん。でも、だからって。そうだ、みゆきの戻れる保証がない。でも大丈夫。バカ野郎。たくま、ごめん、みんな。たくガルルモン、待ってくれ。勘違いするな。今回は手を貸したのだ。それはあのピエロ野郎が。だったら次はどうなるかわからん。では、あ、
俺は行く。ガルルモン、こんなところでさよならじゃねえよ。